自動車のラジエーター全金属製の横流れ式ラジエーターとは液体や気体の熱を放熱する装置である。冷却水や潤滑油の冷却に用いられる場合や温水や蒸気を熱源とした暖房に用いられる場合がある。ラジエーター、ラジエーターとも。ラジエーターは熱交換器の一種であり、冷却対象の流体や熱源の流体を内部に流し、 周囲の空気や水に熱伝導を利用して放熱する。したがって、管を基本構造とし、限られた空間で表面積を大きく取るために、蛇行させたり、複数の細管に分岐させたり、管の外壁に放熱板を設けたりといった手段が用いられる。自動車の冷却系の冷はウォーターポンプを持たない、対流式で、右側がラジエーター。 内燃機関やコンピュータ部品の集積回路を水冷とした場合の冷却液を冷却するために用いられるほか、潤滑油や作動油といったオイルを冷却する用途、下級機付きの内燃機関では圧縮されて発熱した吸入空気を冷却する用途にラジエーターが用いられる。オイルを冷却する用途のものはオイルクーラー、下級された吸入空気を冷却するものはインタークーラーとして、 区別して呼ばれる場合が多い。ブガティタイプ40のハニカムコアラジエーター、ハニカムコア水冷エンジンにおいては冷却水の加熱を抑えるためにラジエーターが用いられる。エンジンのウォータージャケットとラジエーターは管で繋がれエンジンの熱を奪って高温となった冷却水は対流による自然循環あるいはウォーターポンプによる強制循環によってラジエーターへ導かれる。 ラジエーターを通過して温度の下がった冷却水は別の管を通じてエンジンへ戻される。冷却水の温度には最適な範囲があるため経路にサーモスタットによって切り替えられる温度調節弁を設け水温が低い場合は冷却水をラジエーターへ流さずにバイパス経路でシリンダーブロックへ戻される。ラジエーターはアルミニウム合金製などのフィン付きの再管を 多数並べたコアと呼ばれる構造と再管の入り口と出口をまとめるタンクと呼ばれる構造からなる。タンクには給水用のキャップを持つものが多い。冷却水経路へのエア紙を防ぐため、ラジエーター上部の取り入れ口から冷却水を導入し、ラジエーター下部の排出口から冷却水を排出する経路を取るのが一般的である。また、多くの場合、 ラジエーターの上端にラジエーターキャップを設けて、エア抜きを容易にしているが、冷却水経路の設計上、ラジエーターキャップのみでは、エアの排出が困難な場合には、冷却水経路にエア抜き線を別途設けることもある。冷却液の温度上昇により、蒸気圧が大気圧を超えると沸騰するが、 内燃機関の冷却水経路は圧力をかけて摂氏100度を超えても沸騰しにくい構造とされている。しかし、圧力が高くなりすぎると破損につながるため、ラジエーターキャップにはプレッシャーバルブが組み込まれ、圧力が設定値以上になると、ラジエーターサブタンクに冷却液を逃がすようになっている。冷却水が加熱された状態で、ラジエーターキャップを開くと冷却水が噴き出すのは、 圧力がかかっているためで、社外品のラジエーターキャップの中には吹き出し防止のために圧力解放ボタンを備えたものも存在する。自動車などに搭載される場合は、コアの方向によってダウンフロー方式とクロスフロー方式に分類される。従来はダウンフロー方式が主流であったが、欧米を中心にクロスフロー方式が普及している。横長でタンクを含めた 外形寸法が同じ場合で比較すると、短編にタンクが配置されるクロスフローの方がコア面積を大きく取れるため放熱性能上は有利であるがダウンフロー方式と比較すると水路断面積が小さくなるため通水抵抗は大きくなる。古くはドーナツ状のタンクの輪の内側に金属の薄板を蜂の巣状に貼ったものが普及し、後に水管式へと進化していった。 水管式はチューブごとにフィンが独立していたが、さらにフィンの表面積を稼ぐため、隣り合ったチューブの両方に接するよう、ジグザグ状のフィンを設けたコルゲート式へと変わり、この時代が長く続いた。最近では全てのチューブをストレートフィンで繋ぐプレート式が登場している。材質コアやタンクの材質には、鉄製の他に銅や真鍮、アルミニウムが用いられる。 近年は自動車用を中心にアルミニウム製のコアと樹脂製タンクを組み合わせたものが主流となっている。この構造ではコアに多数設けられた爪状の部分をかしめてタンクの円を固定し、間には機密水密を保つようにオーリングを挟んで止められる。CPU をはじめとする集積回路は空冷式に用いられるヒートシンクの代わりに取り付けた。 ウォーターブロックに冷却液を循環させて冷却する場合がある。この時、集積回路から熱を奪った冷却液を冷却するために、ラジエーターによって冷却液の熱を空気中に発散させる。住宅や施設の居住空間用中鉄製スチーム暖房、または温水暖房のラジエーターラジエーターは暖房装置としても用いられる場合があり、蒸気や 温水の熱を利用して室内を温める。自動車などではエンジンで温められた冷却水を利用し、建物ではボイラーなどで加熱した蒸気や温水を利用する。熱源から供給される表面積を大きく取った形状でコルゲートタイプと品タイプに対別される。ラジエーターは熱の大半を副お及び熱伝導によって放熱する。ラジエーター周辺の空気は温められ、 対流により、室内の空気が循環するので、室内は温められる。屋外の冷気を効果的に遮断するため、窓の直下に設置される。煙突のない燃焼式の暖房に比べ、室内空気の汚損が全くない。欧米の集合住宅や、ホテルなどでは、一般的な暖房装置であるが、日本ではガス会社などが販売しているものの、あまり普及していない。 暖房用ラジエーターは1855年、フランツン・ギャルイによって発明された。彼は、セントラルヒーティングシステムを初めて生産し、ドイツ及びアメリカでこの発明の特許を取得した。旧来の暖房用ラジエーターは、中鉄製のものが多く、日本でも戦前の洋風建築や北海道の一般住宅、観光所、学校施設など、数多く存在する。 時代が下るにつれ、より効率が良く小型化が可能な、銅パイプとアルミニウム合金製品の組み合わせが主流となった。今、教室、事務室などの居室に設置されるもののほか、浴室やトイレに設置されるものもある。これらの中には、タオルをかけて乾燥させるための装置としての役割を兼ねるものもある。単パイプ蒸気式、ラジエーター。 バスルームなど小部屋用水蒸気を循環させて、室内に設置されたラジエーターで、水蒸気の熱を利用して暖房する方式で、蒸気暖房やスチーム暖房と呼ばれる。蒸気は圧力でパイプ内を流れるため、温水式のようにポンプを必要とせず、高層の建物で利用するのが容易である。一方で、温水より高温の蒸気を利用することから外気との温度差が大きく、 熱散逸が起こりやすい。日本ではスチーム暖房として古くは日光金谷ホテルで1914年に一部の客室に採用され、1923年には全館採用された。同じく1914年に鉄道院直営であった奈良ホテルでも全館暖房用として約1年をかけて順次導入されている。その後次第に学校、病院、役所、 刑務所など多くの人が集まる施設に広く採用され、昭和年代後期頃まで使われた。同巡会アパートの中の江戸川アパートメントなどにも設置されていた。北海道では現在でも使用されている。蒸気式ラジエーターは、凝縮水が適切に排水されなければ、水撃作用あるいはスチームハンマーと呼ばれる騒音を発しやすい。パイプやラジエーターのどこかを ハンマーで叩いたような金属音で音の代償や発生周期は設備の状態に依存する。パイプやラジエーターが設置当初の位置から傾いたり、昼夜の寒暖などより凝縮水がパイプやラジエーターの中で滞留すると発生する。滞留した水に蒸気が触れると蒸気が急速に冷却されて凝縮する。これによって管内の圧力が急低下して高速で水が流動し、 その勢いでパイプやラジエーターに衝撃を与えている音である。パネルヒーターの冷温水ラジエーターは蒸気式同様の中鉄製の密封容器を連ねたものかコルゲーションが施されたパネル上で温水は一方の端から供給され、大流または建物内の他の場所に設置されたポンプによりラジエーターの最上部まで上る。熱を放出して冷却された温水は ラジエーターの最下部へ下がり、多端のパイプから排出される。水冷式エンジンを搭載した自動車などでは、温風を室内へ送り出すためのファンと組み合わせて広く採用されている方式である。建物用でもファンを加えたラジエーターが用いられるようになり、日本ではファンコンベクターと呼ばれている。この方式の長所は小型であること、室内を均一に暖房することができることである。 短所はファンにより騒音が発生すること、電気の供給が必要なことである。ありがとうございます。